こちらですね、ちょっと話題になりましたが、おうち 3D の手を動かせるモードを使ってゲーム配信をしたマリン氏、コントローラーを持つ手がとんでもないことになるということで、これね、動いてるの見るとよりやばいんで、ぜひ動いてるところをね、見てもらえればなと思うんですけども、こちらの機能ですね、これ。あ、これです。このね、機能で、コントローラーを持つとやってみるか、これよりも。コントローラーを持つ、全然反応しねえわ。なんでこんなちゃんと反応してるのかっていうのもまずすごいなって思うんだけど、あ、来るか、あー来た来た来た、あ、これだ。あー、でもさ位置が違うから全然なんか印象は違うけど、あ、この動きしてましたね、この動き。そう、これがですね、なんとマリリシャにおきましては、もうちょっと下に行ってしまって、このおっぱいをね、もうね、もっと下じゃないんだよ。なんないわ。ちょ、ここになるわ。これ人によるっぽいですね。ね、角度とか人によるのかもしれないけど、ここまで。あ、ルービックキューブしてるみたい、確かに。今コントローラー持ってるだけなんだけど、まだこのちょっと超次元な動きをするというのがありまして、でもさ、でもこの機能をさ、コントローラー持つのにオンにしようってなかなか思わないので、なんでオンにしたねんみたいな話を、まあ、これね、ブルージャーニーの時にもしていたんですけれども、これはですね、いつものようにディスコードリークではなく、ブルージャーニーのね、公式配信の時に、みんなでちょっと話題になったので、まあ、その時のリークをね、させていただこうかなと思うんですが、あれな、何みたいな。あれ狙ってないんすかみたいなのをね、ちょっと話したら、マニリシャはですね、もう本当に狙ってないんだよみたいな。本当に狙ってない、もう、あんなるわけじゃなかったんだよみたいな感じでね、そう言っておりまして、その話をしている中で、誰だったかな、マリーシャ本人だったかな、誰かがですね、しかも立ってるもんね、やばいみたいな話になって、まあ、これ朝子よでもね、前にリークしましたが、この新衣装ね、マリーシャの 3D 新衣装この状態で、そうなんだよな、まあ、微妙に見えなくなってるけど、そうなんだよな、なんか疑惑、立ってる疑惑もあるんだよなみたいな感じで、まず女子トークって感じに、ね、なっていて、すごい面白かったですね。やばいみたいな、これみんなでちょっと笑ってました。それはすごい笑いました。ね、これで立ってるからやばいよねみたいなね、話になりました。